意外にこれ知らなかったんだっていうようなことがあるので、ご自分で育てないとなかなか食べることができないナスです。こんにちは、埼玉県にある園芸店サニベルのまむろみどりです。今回のテーマはお野菜のご紹介です。私は園芸店の店長をしています。お花も華やかでいいですけれども、お野菜もすごくおすすめで収穫して楽しめるってものがたくさんあるので、そちらのご紹介をね今日はしていきたいなと思います。今回の動画では初心者でも失敗をしたくないという方、去年トラブルを起こして枯らしてしまったという方、おすすめの品種を知りたいという方、この方に向けて必見の動画となりますので、ぜひ最後までご覧になってください。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。まずご紹介していきたい品種の前に、意外にこれ知らなかったんだっていうようなことがあるので、同じトマトでも価格が500円ぐらいするような苗、100円台の苗とかいろいろあると思うんですけれども、それは苗の強さが違います。自根苗とか未生苗といって、種から育てたものっていうのは若い苗で、まあ、赤ちゃんの苗みたいなイメージなんですけど、病気に強くするために代表を強くして植物を健全に育てるみたいな、そういう鉄木苗といって、まあ、接ぎ木苗とも言いますけれども、枝を接いであるっていうね、そういう苗の2種類あるっていうことをね、一つ覚えておいてください。接ぎ木苗の方が丈夫です。ちょっとお値段は高いんですけれども、健全に育ちやすいっていうところでおすすめになります。見分け方としては、ラベルに接木って書いてあったりとか、あとは根元を見るとこういうふうに接いである痕跡があるもの、痕跡取れちゃってるのもあるんですよ。こうやってこれ取れちゃっていいので、だいたい明らかにこうちょっと斜めに線が入って色がね変わっているものっていうのが苗の特徴です。こっち側が、まあ、自根未生苗ですね。斜めの線が入ってないですけどね、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、この接ぎ木苗を選んで注意点、こちらはナスの接ぎ木苗になります。斜めに線が入って接いであるのが分かりますかね。でこれちょっと取っちゃいますね。はい、ここから上が本当の品種で、ここから下は強いだけの品種です。でここに芽があるじゃないですか。これはここからビヨーンと伸びてきた枝にもナスがなるんですけど、でもまずいです。もう硬くてもう食べられたもんじゃないみたいな、性質は強いけど美味しくない品種が下に使われてますので、この芽は取りますね。取っちゃいます。でまた出てくるので、ここから下に出てくる芽は絶対取ります。これはね気をつけてください。スイカも接木苗があるんですけど、かぼちゃを大事にしてるので、スイカを育てたつもりが新芽を育てていったらかぼちゃになっちゃいましたっていう、なんかシンデレラのお話みたいですよね。はい、接いである下の芽は取るっていうところをやってもらうと美味しいものが収穫できます。って知らないでしょ。知らないでしょ。トマトの植え付ける時の意外な落とし穴っていうところで、こちらね、純甘、かわいいですね。こんなしっかりとした苗がありますけど、どの大きさのプランターに植えたらいいですかって、何倍でしょうかっていう。このぐらい、このぐらいのポットに植えておくと、ミニトマト100個ぐらいはなります。っていうところで、トマトの土っていうのが売ってます。これは、後でちょっと実演をしたいと思いますけれども、この中に苗を1ポット植えて育てられるっていうね、培養土、もうプランターを買わなくても、はい、できるよっていうのがありますので、この袋に対して1ポットです。これで5個も6個も植えられないですね。緑の土もやってみたいですね。野菜の苗はそーっとポットから取って根を崩さないで植えます。そこだけ気をつけていただいて。カエルの鳴き声が。そしたら実際に植え付けてみたいと思いますが、これはカゴメさんから出しているトマトの土です。あとはトマトだけじゃなくて、その他実のなる野菜に使えますよっていうものとかもあります。今回はこちらのトマトの土使っていきたいと思います。で、まず水抜け穴を作るので、ここにね、大体の袋にこういう黒い点があるので、ここですね。大きすぎた。同じ位置に裏にもあるので開けておきます。全部で10箇所ですね。裏と表10箇所に開いてます。この袋の仕様なんですけれども、外側にね、2、3回折ってくださいって書いてあるので、いい土だ。少し慣らします。あとは植え付ける前に気持ち肥料をね足しておきます。こういうパッケージって景観にもつながるので、なんかシンプルで素敵なものがいいですよね。そう、緑の土とか
野菜用の肥料がない方は緩効性の化成肥料、これ草花用の苗になりますけれどもですね、1つまみ、2つまみ、3ですね、かき混ぜます。ハンドフォーク使うときはブサってやってこう穴開けないようにちょっと気をつけて、ここでちょっとねポイントがあるんですけれども、このまま植えられますっていう袋の中には肥料も入ってるからいいですよって書いてあるのがほとんどだと思うんですけれども、トマトは肥料を足さないと収穫できません。必ずね肥料をあげる感じです。で今回使ったのはマグアンプ系になっていて、お花のねをつけるリン酸分が多くなってます。お花をつけるっていうところはその後実になりますよね、実がたくさんなる。ではね植え付けていきます。穴をね掘ります。まあ、ちょっともう手でいいと思います。ここ引っ張らないでくださいね、ここねピッて引っ張らないでくださいね。2本指 V サインで逆さまにして取ります。これをせーのよいしょ、で穴を掘った中に入れて周りを埋めてちょっとだけこう押さえます。根付けは終わりです。簡単ですよね。そう、支柱をします。裏面を見るようにいろいろ詳しく書いてあります。この通りしなくても、まあ、こんだけやっとけばトマトをね楽しむことができますよっていうね方法なので、あとは支柱を簡単にさせて終わりにしたいと思います。支柱ですけどこれ1メートル20センチぐらいあると思います。よいしょ、さっと一番下まで刺りました。結ぶんですけど、ここから固定するっていうシンプルなやり方でももちろんいいんですけど、私は野菜をやるときはこう一回ここで軽く結ぶみたいな感じで、こういう一回交差してこの動きがねあんまりグラグラしないような感じで支柱に縛り付ける、数字の8の字ができるみたいな感じですね。こんな感じですね。支柱意外に長いのを使ったんだなって思う方がいると思いますけど、ミニトマト生育旺盛なのでこれよりも全然上に伸びていきます。上に伸びすぎちゃうとね、まあ、邪魔だったりもするのである程度のところで切って大丈夫なんですが、支柱はまずはこのぐらい長いものをねやっておくと後々いいかなと思うので、こんな風にやってみてください。こちらを入れていきたいと思います。はい、5本指で3箇所ぐらいかな。土に混ぜれる人は混ぜてください。根がぐんぐん伸びるのとはもちろん根を伸ばす、それで健全に育てるっていう効果もありますけれども、栄養分を植物が吸収して株全体に行き渡らせる、結構いろいろな役割があって、おそらくねこの土を再生する時にも再生しやすい土で残ってくれると思うので、まあ、そういった意味ではこちらをね使うといいかなと思います。お野菜をね収穫するってことはやっぱりお日様の光がね必要になってきます。置き場所ですけれども、日がよく当たる場所を選んで置いてみてください。そして植え付け後は今日開けた穴からお水が出てくるまでしっかりとね開けるっていうお水のあげ方をしてください。この辺で止めちゃう人いますよね、多分ね。そうですね、なんか不安になってきちゃいます。足りない、あともう一杯だ。ミニトマトに限らず収穫後の追肥、そして元肥とプラス追肥もできるよっていうタイプをね選んでみてください。野菜が実がなるっていうね肥料になってますけれども、植え付け直後は元肥が入っているのであげなくて大丈夫です。1ヶ月後ぐらいに1回規定量ねあげます。一握りぐらいパラパラパラっとあげるような感じだと思うんですけれども、そんな風に入れます。ある程度ちょっと収穫してきてもう1回あげる、でそのぐらいのタイミングですね、収穫がねちゃんと取れると思います。美味しさに本当にこだわりたいなっていう方は有機質っていう表示がある肥料をあげてみると、穏やかに効いてじっくりと実がなるっていうイメージになるので、しっかりとした味のあるものとかが取れると思います。お花でも使っているバイオゴールドのシリーズで私はよく、トマトとか育てているので、こちらもねお持ちの方は使ってみてください。ここにお花がついて実がなり始めましたよね。実がなり始めてきたタイミングでこれより下の脇芽を取ります。脇芽っていうのはこのピンと出たやつですね。栄養がね分散されちゃうので、ここにもあるのでここも取ります。ポキッと折るような感じで、はい、取れますので、そんな風に取ります。ハサミじゃなくて大丈夫です。ね、下の脇芽をねとりあえずは全部取っちゃいます。はい、こんな感じのね、これ葉っぱだった芽は全部取ります。
失敗しづらい品種の紹介ですけれども、育てやすいものと、もう畑がないとなかなかね美味しいものは取れないよっていうのが分かれます。育てやすいものとしては今紹介したミニトマト、中玉トマトぐらいまでですかね。大玉トマトは初心者の方はちょっとね苦戦するかもしれないので、育てやすいのはミニトマトです。そしてナス、ピーマン、シシトウとかですかね。まずはやってみて収穫しやすいものかなと思いますね。そしておすすめの品種、ナスです。ナスは比較的収穫は必ずできるものだと思います。超柔らかナス、これはお店で買うことができません。ナスの皮が薄すぎてすぐ傷がついてしまう。なのでご自分で育てないとなかなか食べることができないナスです。感動あるかなっていう。柔らかいですね、超柔らかナス。あと一般的なナスでは千両2号っていう種類が一般的なナスで、それも育てやすいと思います。ミニトマトですけど、実に多い品種があります。おすすめ品種をよりすぐってますけど、それでもかなり多い。私がおすすめしたいのはまず甘いやつ、誰でもね美味しく食べれるっていう、食べやすいんじゃないかなと思いますけど、純甘です。サントリーさんの純甘、これ試食しましたけど甘かったです。ちゃんと味わいもあって甘さもすごくあって、こちらピンキー、薄皮が特徴で皮がちょっと歯に挟まっちゃったりとかというのがない食べやすいやつですね。もう早々とついちゃってますけど、成長がすごくこれいいんですね。あとはねアイコもね育てやすいと思います。甘いですね。そしてトマトの大玉、初心者の方には難しいと言いましたけれども、理由があってトマトそのままだとならないんですよね。ちょっとお花の段階で処理してあげないとなかなかならないっていう特性があるんですけれども、こちらすっぴんトマト、こちらはそういった処理がなく、ミニトマトのようにちゃんと何もしなくても実がなりますよっていうね、種類がすっぴんトマト。味わいはちゃんとあってザ・トマト、しっかりとしたトマトが大好きな方のトマトの味がします。すっぴんのミニトマトもあります。でこちらもうちはおすすめしてるんですけど、トマトを美味しく噛みしめたいっていう人におすすめです。トマトの味がすごく濃いです。私は好きですね。ピーマン系です。私も大好きなんですけど、とんがりパワーといって、とても長いです。ちょっとしたバナナぐらいあるかもしれないです、そうぐらいのピーマンで、ピーマンって一つこう切るのに何個も何個も大変じゃないですか、うん、1個で結構しっかりと大きさがあるので美味しかったですね。カラーピーマン、パプリカですね。こちらはフルーピーレッドって言いますけど人気ですね。カラーピーマンをちょっとちっちゃくした鈴なりパプリカランランっていう可愛い名前がついてますけど、小さいのでパプリカって一つね使い切らなかったりしますけど、使い切りサイズみたいな感じでね、私は結構バリバリ食べちゃう方ですけど、こちらも育てやすいです。今ご紹介したナス、ピーマン、トマト、ミニトマトっていうのは比較的育てやすいかなと思うので、ぜひ行ってみてください。一鉢に一つの苗っていう、そこはね必ず守っていただいた方がちゃんとねなります。そんな風に鉢の大きさも気をつけてやってみてください。いかがでしたでしょうか。自分で作る野菜っていうのはそれだけで美味しかったり、まさにもう産直のものがそこにあるみたいなね、そういう野菜が楽しめると思います。私は緑の土の中に一ポット植えて、ちょっと豪華に贅沢にトマトを今年はね挑戦してみたいと思いますので、そんな経過報告もインスタとかでねできればいいかなと思います。ミニトマトとかナスとか育ててみたくなったという方はぜひグッドボタンで教えてください。今回の動画で紹介したアイテムとか道具に関しては概要欄の方にリンクがありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。動画の下のタイトルをタップすると概要欄に進むことができるので、ぜひご覧になってみてください。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そしてサニフェルでは入荷情報をタイムリーにインスタグラムの方で発信してますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた。